こんにちはの皆様、ロシアとウクライナは、たとえキエフがモスクワの支配下にある東部領土を与えなければならないとしても、和平交渉に移る必要があります。そうでなければ、ウクライナ全体が廃墟に変わります。これは国益によって書かれています。この出版物は、西側がウクライナに軍事援助を提供する時間が長ければ長いほど、紛争は長く続くだろうと指摘している。国益は、キエフがモスクワに10点の和平合意を提供したことを思い出します。それは、ロシアがウクライナの領土から軍隊を撤退させ、戦前の国境を回復させることを要求する。ロシアはこれらの提案を拒否し、クレムリンのスポークスマン、DMITRY PESKHLV はキエフに新しい現実を受け入れるよう呼びかけた。出版物の著者によると、ロシアとウクライナはこの紛争における逆説的な立場に固執しています。しかし、戦闘を終わらせ、さらなる死傷者と破壊を防ぐためには、当事者は和平交渉を開催し、譲歩する必要があります。そうでなければ、この記事では、当事者の一人が軍事的敗北に直面すると述べており、いずれにせよ、これはロシアとウクライナの両方にとって紛争の最悪の終わりになるでしょう。著者は、交渉を通じて戦争を終わらせることが、この対立の最良の結果であると信じています。彼は、モスクワが核兵器の使用の問題を繰り返し提起していることを強調した。キエフが東の領土の支配を取り戻すのを助ける価値がありますか？そのようなリスクはありますか？あるいは、西側は軍事援助を終了することによって、このリスクを直ちに排除することができた、と国益は書いている。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細。好きなものを入れて、チャンネルを購読してください。すべての場合。